さあ続いてのステージは大津お船祭り保存会の皆さんによる大津お船祭りお囃子です。それでは準備が整うまで今しばらくお待ちください。茨城から来ました、下地大津の、お船祭り保存会でございます。震災からですね今3年が経ちましたけども、3.11 の時はですね、大津港の港もですね約あの5メートルから6メートルのですねあの津波がですね、押し寄せまして大変大きなダメージを受けました。今はですね、堤防の工事などもですね、始まりまして、着々とですねここに向かって、頑張っている次第でございます。現在ですね、大津港のですねこちらですね国選択、無形文化財ということで今動いております。このお祭りですね5年に一遍ですね、大祭が開かれまして、ちょうど来年のですね5月と2日のが宵祭り3日が本祭りということで、大きなお祭りが開かれます。これはですねあの前のパネルご覧になってみても、分かりの通り、12メートルぐらいあるですね大きな船にですね、飾り付けをしましておみこしを乗せまして、町の中をですね、練り歩くお祭りでございます。ですね、左右にですね、若い者がですね30人ぐらいずつこう船にぶら下がりまして、左右に譲りましてあと綱を引く引き手がですね約500名ぐらい参加しまして、町の中をですね練り歩くお祭りでございます。このお祭りはそもそもですね、江戸時代から、始まったと言われておりまして海のですね、大漁とですね安全を祈願するお祭りでございます。今日はですね約20分間ですね、演奏させていただきたいと思いますのでどうぞ皆様よろしくお願いいたします。
2日3日とですね、開催されます、おふた祭りでございます。人でもですね、前回も、13万人以上お越しいただいておりますので、ぜひ来年度、皆様のお越しをお待ちしております。またですね、映画天心の方もですね、北茨城を舞台に、撮影が終了しまして、9月2日東京芸大を皮切りに、全国で ロードショーを、する予定でございますので、こちらの方のご声援もお願いしたいと思います。それでは以上をもちまして、日立大津のおふた祭り保存会のお配信を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。大津おふた祭り保存会の皆さんでした。どうぞ大きな拍手をお送りください。